ということでコートの方に行きまして、はい、実際に打っていきたいと思います、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒッティングでご協力いただきます。お久しぶりです。ブリヂストンスポーツテニス開発の松岡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はあの315と305を、はい、まあ、打ち比べしていただいて、一応形が一緒なんですけど、単純に重量が上がっただけじゃない違いっていうのも感じていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いかがでしたか。はい、305から、打たせていただきました、まあ、デザインは黒ですけど305です。まあ、これ個人的にも持ってて、いろいろ買ったし使ってるので、なんとなく馴染みのある感覚なんですけど、まあ、ラケット的にはやっぱりこうボックスフレームらしいというか、まあ、しなる感じ、球持ちの良さっていうのが非常によく分かりやすい、ある意味王道な感じのボックスフレームの印象っていうところになると思うんですけど、はい、はい、まあ、ボックスフレーム好きな人はとりあえずここから手を出してもらえれば間違いないんじゃないかなというところだと思います。はい、でそこと比較してこの315なんですけども、本当手元でポンって持った時に、あ、重いっていう感じが正直してました、車で、はい、でやっぱり重量的な重さの差もあれば、バランスがやっぱり重くなってるっていうところもあってなんで、すごいこう持った時にずっしり感があります。でも振ってみるとこのラケットヘッドがこう自然と走る感じ、それこそ305よりもよりヘッドの走る感じがあるので、振ってしまえればそんなに逆に重さが感じないんじゃないかな。自分が一生懸命こう頑張って振るっていうよりも、ある程度はラケットのヘッドをこう自然と走、はい、勝手に走ってくれる感覚っていうイメージでスイングはできました。はい、で打感的にもやっぱり重さがあったりとか、まあ、ヘッドスピードが上がりやすいっていうところで言うと、打感も柔らかいんじゃないか、305よりもより柔らかく出る感じがする、はい、してます僕は。であと打球的なお話をすると、ヘッドが走るのでちょっとこう、すいません、私の技術不足なんですけど、ちょっと引っかかっちゃうというか、スピンがかけやすいっていう表現をすればいい方向だと思うんですけど、思った以上にヘッドが走ってくれるので、ちょっと弾道が少し上がるのかなというところもありましたね。安定感もうぶれない感じ、こうラケットのこうバタつかない感じは、はい、これだけしなってるのにっていうところを考えたら、305よりも315の方が全然安心感というか安定感もあると思います、ね、よかったです。もう最初に見たイメージよりも使ってみた感覚がだいぶ違うなっていうのはありました。ちょっとこの 315g だからちょっとあれだし、さらに 320mm でしょ、ちょっと触れないんじゃないと思ったんですけど、振ってみたら全然そんなことはなく、そうですね、はい、なので 315g でバランスが結構上だっていうところで、最初から手に取らないじゃなくて、実際に打ってみて、あれ意外にいけるんじゃないかなっていうところも、そういうプレイヤーも言うんじゃないかなっていうところに、うん、はい、なるんじゃないかなと思いますので、はい、結構こう今この 315g のラインのスペックは意外と希少かなと思うので、まあ、ご検討いただいている方、またこういうわけで探している方いらっしゃると思うので、はい、ぜひ一応手に取って使ってみていただければと思います。と、まあ、重いのでまあちょっと取り回しは慣れてねっていうところは正直あると思うんですけど、あの重いっていうのはやっぱりこう打球した時のこうブレが少ないとか、はい、あとはボレーでも少なからずちょっとこうラケットワークってあると思うんですけど、その時にこうバランスが重いのってやっぱり操作性が悪いって言われて使いにくいっていう印象を得る方は多いと思うので、逆にこうちょっとスライスタッチのヘッドが走ってくれるっていう意味ではパワーにもやっぱりつながってくる部分もあると思うので、ちょっと打ってみた時に少し、あ、思ったより飛ぶなっていう感じもしましたね。重さだけの話ではなく、多分バランスとかそういった部分も影響してのことだと思うんですけど、はい、そうですね、あのまず面がぶれないっていうところで、あのボレーでとにかくぶれない方がいいと思うので、そこのしっかりした感があるっていう、あとまあボールとの衝突で実際にあの重たいっていうところと安定感で、じゃあちゃんと飛んでくれる、でしなる系のラケットなんでタッチも多分そうです、ちゃんと短くしたかったら短くできるし、飛ばしたかったらちゃんとパワーも出るっていうところが、このボックスの結構重めのラケットの特徴になると思うので、そういうところも出たらいいなっていう、それは多分おそらくそういうのを感じてもらえたんじゃないかな。ボレーってやっぱりこうダイレクトにボールを受けるっていうのを考えると、やっぱりこうラケットにこう結構負担がかかって、ちょっとこう、まあ、打ち負けるっていうのね、はい、ちょっと外した時に印象が安い部分でもあったりすると思うんですけど、そういうのを結構得る、ね、感じてしまう方いらっしゃると思うんですけど、やっぱり重さがある分、はい、バランスが重い分、そういう部分の安心感っていうのは非常に大きいと思います。はい、多分305と比べても多分明らかに差が出てくるところではないかなと思います。はい、まあ、あとは最初におっしゃられた取り回しに関しては慣れてねっていうところ
ところは、ね、まあ、それは間違いなくあると思うんで、うん、多少やっぱりこう300と比べてしまえば少しその取り回しの部分で重さがあるなっていう感じは多分思った時に感じると思うので、逆にその部分をセットを意識的に速くしてあげるとか、そういう使い方をすれば全然問題はないレベルかなと思います。あとサーブも打たせてもらったんですけど、サーブは結構僕あんま得意ではないというか、なるべく打ちたくないって言ってるぐらいなんですけど、でもバランスが重いっていうのってこう自然とやっぱりさっきストロークの時にもあったのヘッドが走るっていうところでお話をすれば非常にこうメリットになってくる部分かなと思います。脱臼した時にやっぱりボックスらしいちょっとしなる感じ、掴む感じっていうのがあって、かつこうヘッドが自然と走ってくれるっていう部分ではこうスイングでボールに力を伝えられる感じがしますね、はい、もう見ててもサーブがすごくいいサーブがずっと入ってるなと思って、僕もこのラケット使ってもらってサーブが良かったのすごい嬉しかったです結構しなる系のラケットでこうサーブすると結構こう乗ってる感じはあるんだけど、なかなかこうボールを飛ばせないっていう感じが出ちゃうかなとも思ってはいたんですけど、逆にこのラケットだとヘッドがこう走ってくれる、パワーにしっかりと伝えられる、パワーがしっかりと伝えられるっていうところがメリットになってくるんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい。ブレードの BX、 このブラックのカラーは315と、はい、あとこの305、はい、あともう1あと300も300もそれで3機種ブラック出ますので、はいはい、で実際の発売日は3月25日の水曜日になってますので、はい、2月21日から予約開始になりまして、はい、で特典も今回はありまして、こちらに来ていただいている T シャツ、はい、これちょっと非常にいいですね、そうね、15周年の15周年、まあ、記念の、まあ、T シャツも記念モデルになりますので、はい、ぜひよかったらこの機会にお買い求めいただけたらなと思いますので、はい、はい、ですのでぜひ皆様よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。